はい、シカです。今日はですね、まあ、癌を防ぐ奇跡の食品って話をしたいんですけど、まあ、何のことはないですね。味噌のことなんですね。で、味噌ってのは、まあ、カビというものをね、まあ、使って作る、まあ、日本の発酵食品の代表なんですけれども、まあ、最近はですね、味噌ってのは世界的にですね、健康効果があるよってことが認知されてきて、まあ、世界中でブームになってるわけなんですね。 で日本の発酵食品を作る、まあ、代表的な菌がまウカビというものなんですけれども、まあ、この麹カビはですね、味噌も醤油もみりんも、えー、酢も甘酒もですね、えー、全てこの麹カビをもとにして作られているわけですでこの麹カビというのは、まあ、日本特有のもので世界の他の地域にはないんですねカビに似た、まあ 菌としてですね、まあ、アスペルギリス、フラバスっていう青色のカビがあるんですけれども、まあ、このカビっていうのはまあ、アジア全般にいるんですが、まあ、アフラトキシンというね、毒を発生するんですね。だから、この青カビが生えたものっていうのは食べないようにっていうことをこう言われているわけなんですが、実際ですね、この麹カビとこのフラバス菌っていうのは見分けがつかないんですね。だから、まあ、毒素を出さない菌を、まあ、日本人だけが発見して、そして、家畜のようにですね、この菌を培養することに成功した日本っていう国はですね、いかにすごいかってことなんですけどね。 で味噌はですね、まあ、大豆、まあ、もしくは米とか麦も使いますけれども、まあ、主に大豆をです、ね、発酵させて、そして塩を混ぜて作る、まあ、単純なものなんですね。でこの味噌の中にはです、ね、発酵の過程で乳酸菌とか、それからバチルス菌などもこう出てきてですね、えー、バクテリオシンというです、ね、抗菌物質を出すことによって、まあ、味噌というのは、えー、他の菌に、ね、侵されずに、まあ、発酵していくことができるわけです。 で、この発酵した大豆に含まれているですね、大豆イソフラボン、まあ高濃度の大豆イソフラボンっていうのがですね、まあ乳がんのリスクを下げるっていうことがわかっているんですね。で、大豆イソフラボンっていうのはですね、女性ホルモンエストロゲンにまあ形が似てるもんですから、このエストロゲン受容体っていうところにですね、えー、代わりにくっつくことによって、まあ乳がんのリスクに影響を与えるんだろうというふうに考えられているわけです。で、この大豆イソフラボンそのものにもですね、まあ癌の増殖を抑えたりだとか、それから癌の細胞子を誘導するっていう効果もあったりするわけで、 えー、この大豆イサフロボバンはですね、まぁ、あ、乳先によって活性化されるもんですから、まあ、非発酵のもの、例えば、えー、豆腐とか豆乳とかにはない効果っていうのが、その発酵した大豆ですね、まあ、味噌とか納豆にはこう認められるわけなんですね。 で、この乳酸菌が中心になるのは、レラクティプランティバチルスプランタラムっていう、まあちょっとね、長ったらしい名前なんですけども、まあこういった乳酸菌なんですね。まあ、植物が取れる乳酸菌の代表的なもので、まあ、健康効果ですね。プロバイオティクスっていうものを発揮する乳酸菌の一つなわけです。 で植物乳酸菌というのは、ですね、例えば今日のすぐ、えー、漬けにも含まれているです、ね、ラブレ菌と呼ばれるラクトバチウスブレビスというのも有名なんですけれども、まあ、こういったですね、植物乳酸菌というのは僕たちの体にとって古くからですね、腸の中に入ってきていたものなんですねだから動物乳酸菌と違って植物乳酸菌というのはですね、まあ、積極的に日本人が取りたいなというものの一つなわけです で、大豆製品に関して言うと、この加工度がまあ上がってくるにつれて、例えば豆乳にしてもですね、豆腐にしてもですけれども、まあ、イソフラボンっていうのが含有濃度が下がってくるんですね。だからまあ、大豆の食品っていうのは基本的にはホールの大豆ですね。ホールの大豆から作ったものを、まあ、自ら手作りして食べるっていうのが一番いいですよってことです。 でただですね、その大豆ヒソロボンというのはですね、弱いとはいえですね、まあ、エストロゲン、まあ、僕たちのホルモンの役割を果たすということがあるとするとですね、やはり体の中のホルモンのバランスを崩さないようにするためには、まあ、大豆食品ではですね、過剰に通り過ぎることに関しては注意しなければいけないわけです。で、最近ですね、こう味噌に関しては、まあ、大腸がんとかね、乳がんとか、肺がんとか、胃がんを抑制する効果があるよということが報告されているんですね。 しかし、まあ、こういった味噌のですね、効果っていうのは、まあ、本物の味噌に限るっていうことが言えます。で、味噌の原料っていうのは、まあ、大豆とかね、それから塩とか、その先ほど言ったね、まあ、カビですねえ、麹カビを入れるわけなんですけれども、まあ、それを時間をかけてですね、じっくりと発酵させたものが、まあ、本物の味噌なわけです。で、こういったね、いわゆる天然醸造の味噌っていうのは、約1年かけて完成するんですね。そして、 この1年かけて完成する味噌の中にですね、様々なこう代謝物質ですね、まあ、菌が作る代謝物質であったりだとか、化学物質がどんどん溶け込むことによって栄養価がどんどん上がってくるわけです。 しかしですね、最近の味噌というのは、実は早く発酵させるために、まあ、アルコールとかですね、酵母エキスを添加するんですね。約3ヶ月で作られてしまう。まあ、こういった強制的に発酵させるですね、まあ、即上法という方ね、味噌はですね、まあ、さらに風味整えるために、アミノ酸であったりだとか、砂糖とか、色素とかね、カラメン色素とか、保存料とか、香料なんていうのはですね、まあ、添加されてるんですね。 で、こういった、えー、短期間で作られた味噌っていうのは、様々な生理活性物質とかビタミンとか酵素っていうのが、まあ、少ない、もしくは、まあ、入ってないわけなんですねえ。実際ですね、時間をかけて作った味噌にのみですね、抗がん効果があるという研究が動物事件であるんですね。まあ、薬剤によって、まあ、ラットに大腸がんを誘発するわけなんですけれども、まあ、5週間様々な味噌をね、混ぜた食事を取りながら、その発がん物質にさらされた時に、その全がん病変がどれぐらいできるかっていうのを見た研究があります。 で、通常の食事を取らせたものと、それから、ま、120日間ですね、発酵させた味噌を取らせたものっていうのは、そんなに差がなかったんですね。ですけれども、180日ですね、えー、約半年発酵させて作った味噌では、その全顔病変の発症率がですね、約20%少なかったという結果が出ています。ただですね、この発酵期間ということに関しては、長ければ長いほどいいってわけでもなさそうなんですね。三、えー、3日から4日発酵させた、すごくこう短期の味噌と、 180日発酵させた味噌と、それから2年間ですね、発酵させた味噌を比較したんですけれども、まあそれを同じようにこう研究を見たんですが、実はですね、最もその発がんを、えー、抑制したのは180日の味噌だったんですね。2年の味噌ではですね、その発がん効果が落ちていたということがあります。まあこれはですね、一つの推測なんですけれども、まあ味噌はね、長期保存することによって、ニトロサーミンというですね、発がん物質がまた出てくるっていう危険性があるんですね。 だから基本的に味噌はまあ天然醸造で作った味噌をなるべくですね、新鮮なものを短期間に消費するっていうことがいいんじゃないかなというふうに思います。 日本の疫学研究の結果でですね、実は乳がんを予防するのに味噌が有効だよという研究があるんですけれども、味噌汁を飲む人がですね、最もその乳がんの予防効果があったという研究が、まあ2003年に報告されているんですが、実はこの他のですね、大豆食品、まあ、それはまあ大豆であったり、豆腐であったり、油揚げであったり、まあ納豆も含まれてますけれども、納豆でもね、まあ実は乳がんの抑制する効果っていうのが、まあその疫学研究では出てないんですね。 だから、味噌だけが何か特別なパワーを持っているんじゃないかっていうことは考察されているわけです。で、味噌っていうのは、まあ、健康に、日本人の健康にとって特別な発酵食品であってですね、なるべく、まあ、しっかりと発酵させたですね、ちょっと値段しますけどね、まあ、手間とお金を惜しまずにですね、本物味噌を摂取するようにすればですね、まあ、癌を抑制する効果が期待できますよっていうことです。まあ、今日の話ね、役に立ったよって方は、高評価のボタンをお願いします。チャンネルフォローもよろしくお願いします。 えー、2022年11月9日発売の、えー、筋肉が癌を防ぐですね、えー。この本のサブタイトルはですね、専門意識1日2分の貯金習慣っていうふうについてるんですね。 ま、貯金っていうのはですね、こう見ていただくと分かるように、えー、筋肉を貯めるということなんですね。まあ、筋肉っていうのはですね、実はすぐには貯まらないんですね。だから、少しずつ少しずつこう貯金をしていくようにですね、まあ、貯めていくってことが重要になってくるっていうお話です。そのためには、まあ、毎日ね、少しずつこう運動して、運動習慣つけていくことも大事なんですけれども、それと同時にですね、まあ、隙間の時間を使って、え、運動していくってことも大事なんですね。ま、あそういって一日の中でですね、何分かずつこう貯めていって、少しずつ少しずつこう貯金 筋肉が少しずつ、ね、つくような体,体になっていきますしそして結果的にですねがん、えー、を予防するようながんを防ぐことができるような体になっていくっていう内容になってますのでぜひ、えー、手に取ってみてください、えー、この動画の、ね、概要欄のところに、えー、Amazon の URL がありますのでぜひ見てみてください